理想の人生を手に入れる秘密はこれです。はい、こんにちは。ステカツで人生肯定のエツコです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで今4月になったんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。ステカツもね、もうどんどん私進んでますよという方もいたらね、いや私全然進んでないですってね、こういう方もいらっしゃると思うんですけれども、ご安心くださいということで、もう今日は私がとっておきの本当のもう人生が変わるステカツというのをお伝えしていこうと思いますので、楽しみにしていてください。ということで今日はインタビュアーの直子さんに来てもらってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで今日は何のお話します？そうですね、物を捨てた後のことについて伺いたいんですね。うん、私ちょっと頑張ってこれもちょっと大事かなって思うものも結構思い切って捨ててみたんですよ。うん、でもなんかその何ヶ月か経ってみて、やっぱりいるなって思うことがちょいちょい出てきて、はい、そういう時ってなんか買い直しちゃうとやっぱダメなんですかね。あー、なるほどね。この捨てたんはいいんやけれども、その次これ入れていいの、入れるとしたら何入れるのっていうね、ここですよね。そうですね。あ、じゃあ今日はこの本当の捨て方ということで、捨てるのはね、もう捨てた方がいいよって皆さんもね理解されてると思いますし、どんどん手放していくことでエネルギーを離すと軽やかになるってことじゃないですか。だけど一番大事なのはこの次入れていこうね、こっちのお話をメインでしていきますので、捨て方をどんどん加速させたい方は、もちろん捨てて最高の人生を手に入れたいと思っている方はぜひ最後までご視聴ください。はい、私のチャンネルで皆様の運気アップや人生好転に向けて様々な内容を配信しています。潜在意識や脳科学の知識を組み込んで多面的にお話しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ということで、じゃあ直子さん早速いきましょうか。はい、具体的になんか直子さんこれ手放したんですよって何かあります？入れるかどうか迷ってるものね。そうなんですよ、パソコンを手放しまして、はい、正直なんかあったら便利だなって思って買ったんですけど、はい、なんかこれよくよく考えたら全然使わないしいらないやって思って捨てちゃったんですよね。はいはいはい。でもまたどうしようか、欲しいかなって思ってるってこと？そうですね、やっぱりないとやっぱ不便だなっていうの気づいたんですよ。うん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 。なんでなんかやっぱ一であるとやっぱ全然生活って違うなっていうのもこの数週間すごい思うことが多くて、うんうん、やっぱりもう一回買った方がいいかなってちょっと今思ってるところですね。はいはい。まあ、その答えとしてはどうぞ買ってくださいっていうことですね。そうなんですね。もちろんもちろん、だって不便さを感じてるってことはやっぱ必要やなって思ったわけですよね。で、まあどうせ買うんであれば今までよりもいいものになるはずなんですよね。まあこうハイスペックのものであったりとか、はい、まあ例えばコンパクトになってるとか、まあはたまたもしかしたらパソコンじゃなくて iPad みたいなガジェットでもいいのかもしれないですし、まあ、それを見直してみて、あ、やっぱりパソコンかなと思ったら、もちろんパソコン買ってくださいということですね。買ってもいいんですね。もちろんもちろん、これは今まさに必要なものって絶対いるじゃないですか。なのか、もう一つとしてはこの理想の自分ね、理想の自分だったらどの選択をするかってね、何を持ってるかってね、これを参考にして入れるとさらにグッドってことですね。そうなんですね。うん、直子さんちなみに何に使うの？あ、そうですね、なんか物調べたりとか、うんうん、あとなんかたまに画像とか写真とかを見てちょっと編集したりするっていうこともちょくちょくあったので、うん、ああ、じゃあ絶対もう必要そうよねそれって。そうですね、まあ、正直スマホでもいけるかなって思ってたんですけど、うん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 、やっぱりパソコンの方が便利だし早いなって思って、うん、それはもう絶対ね、このねガジェット系はね、とにかく最先端のものじゃないんですけれども、処理速度が速いもの、もうこれもめちゃくちゃ大事なんですよ。いや、私たちの時間ってコストじゃないですか。これってこの時間をかける、無駄な時間っていうのがめちゃくちゃもったいなくって、これをなるべくもう省く、これをしたいんですよ。そのために必要なものであればもうこれは絶対に買った方がいいってことですね。そうなんですね。うん、だからスマホとかでもそうで、もう長いこと使っててもう処理速度遅いみたいな、こういうのってあるじゃないですか。私昔そのタイプだったんですけれども、いやまだ使えるからなみたいな感じで、だけどうちの師匠ね、いやいやそれはねダメなんですよって、このなんかぐるぐる待ってる時間とかこれが無駄やからって言われて、だからとにかくなるべく最新のものを使うっていう風にした方が結局時間のコストがぐんと縮むので、そっちの方が人生を楽しめるということで、確かにと思ったんで、私はそこから結構ガジェット系は定期的に入れ買えるってことをしてます。そうなんですね。そう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 、まあ、あとはやっぱこの理想のものっていうのが、例えば何かある、直子さんこのものを捨てて
まあでもやっぱまたいるなと思って、まあ、パソコンって割と実用的じゃないですか。実用的じゃないもので、あ、なんかこれ入れた方がいいかなとかいうものってあります？実用的でないものとだと、あの、うん、電気ケトルとかですかね。おお、いいじゃない。正直あのフライパンとかでもお湯沸かそうと思えば沸かせるんですけど、うん、はい、でもやっぱね、あのお茶入れる時とかってやっぱの気分を入れ替えたい時じゃないですか、うん、なんでそれだったらなんかフライパンとかそういう適当なものであのお湯沸かすんじゃなくて、ちゃんとなんかそれ専用のなんかものがあった方がいいのかなっていうのはちょっと思いますね、うん、あ、それめちゃくちゃいいですよ。あ、そうなんですか。めっちゃ、要はその何のためにそれを買うのかっていうのがすごく大事だと思ってて、今直子さんがおっしゃったみたいなケトルであれば、このなんか素敵なデザインのケトルでお茶を沸かしてる私ってなんか素敵みたいな、こんな感じだったら全然買った方がいいよ。あ、そうなんですね、うん、だからそれは今までなかったけども入れたいものなわけですよね、はい、理想の自分を考えた時に、いや、こんなんでなんかお茶入れてる私って素敵みたいな、そんな感じ。ああ、あ、じゃあその物を減らすだけが、うん、あの正解ではないっていうことなんですね。違う違う違う、これが要は捨て活のなんか落とし穴みたいなところで、私がメインにしてるのはこの理想の未来を手に入れる方なんですよ。そうですよね。だって皆さん捨てて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 どうするのってことだよね。そうですよね、うん、何もない部屋に一人でポツンっているだけやんかどうなるのってどうにもならなくって、じゃなくて次に理想のものを入れていきましょうっていう、ここがメインなんですね、私の捨て活って。なので今は直子さんがおっしゃったみたいな、理想の私やったら、あ、こういうケトル持ってるかなとか、理想の私やったらこういうアクセサリーつけてるかなとか、こういう服着てるかなとか、何でもいいんですよ。それを一個でもいいから多く入れていくっていうのはめちゃくちゃ大事。ただしもちろん入れすぎ注意ということでね、皆さんだったらこの捨て活結構マスターしてくると、入れるものめちゃめちゃね注意してると思うんですよ。なんかこれほんまにいるかみたいな感じになってくるので、そのマインドは絶対お持ちになってもらって、それプラス理想の自分やったら何を入れていくのかという、こっちにね注目していただきたいということです。本当ですね。なんか私本当捨てることばかり考えてて、うん、なんか入れるのは良くないことって思ってたんですよ。あー、なるほど。いやでもね、それの多くの方思ってる可能性があるんでね、いや今日その質問いただいてめちゃくちゃ良かったかなと思うんですけれども、もちろん捨ててね、まずこっちね、だけどもう要は6割7割ぐらい手放してるんであれば、もう次入れてっていうね、こっちを早くしていきましょうという方になります。はい、いかがでしたでしょうか。まだ感想質問ありましたらコメント欄書いてみてください。今日の内容がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、そして公式 LINE お友達になってください。公式 LINE ではお茶会、無料勉強会、そして YouTube で話せない内容をこっそりとそちらでは話していますので、ぜひ公式 LINE お友達になってください。ということで今日の動画のまとめ、理想の人生を手に入れる秘密はこれです、ということで、それは捨てるのはもちろんなんですけれども、理想のものを手に入れる、こっちがメインですよということになります。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!